あの、怪我とかしちゃってもあれだし、正直勝てる相手じゃないし。今のもう一本は。なんでそこまで。よくわかんないけど、でもまだ負けてないよ。 切り上げるぞ。おい、逃げんの？王様も大したことないね。土曜の試合も王様相手に勝っちゃったりして。王様王様ってうるせえ。俺もいる。試合でその頭の上打ち抜いてやる。は？追いつけない。追いつけるな。ボールだけだ。 お前はブロックに捕まったことがあるか。よっしゃ、オーライ。ナイスレシーブ。ブロックでかい。かわせ。それ以外にできることあんのか、ボケ。打ち抜けないならかわせ。たった一人のブロッカーに止められた。 気力を挫く人の壁、打てば打っただけ心は折れて。笑った。ネットイン。前前。拾ったけど、あそこからそこは無理かな。誰にあげる。 またあのトス。しかも今度はあんなにネットから離れた位置から。まぐれじゃないのか。押し込める。あんなギリギリでトスを。すっげえ。 まではわかっていた。なのに今日向にあげそうになった。どうぞ持っていかれるところだった。最強のおとり。痩せた土地、どういう意味ですか？青葉城塞は及川以外弱いという意味だ。正常が痩せた土地なら俺たちは コンクリートか何かですかね。こいつ。その遠征に行くための勉強も本番じゃない試合も、 どうしてそんなに頑張れるのかなって。強くなって勝ちたいから。そっか、きっといろいろ理由があるんだね。理由？勝ちたい理由？負けたくないことに理由っている？頼んます。少し短い。 俺のボールだ。でも本当です。うぜえな、この。全部倒して東京行きます。<笑>万一ラッキーで勝ち進むことがあってもな、どいつもこいつも白鳥沢に潰されんだよ。せいぜいいい思い出作りしようぜ。 セットアップのモーション読まれた。
バレーはボールを持てない球技。常にボールを触ってろ。手でも足でもいい。そしてボールが体の一部であるかのように一瞬を操れ。体は右へ流れながらの左手。ネットからあんなに離れて。気持ち悪いね。ああ、嫌だ。あいつ一人だけ試合中みたい。嫌だ。こいつを見てると何かやらなきゃいけない気がしてくる。いや、励ましてるように見えるぞ。え、そう？いや、まあ結果的にそれでいいです。俺を励まして何のメリットがあんだよ。だってお前を倒したい。だって本当運がいいのか悪いのか。いや、翔陽は今分かってあそこにいたぞ。バックアタック、プッシュ。また出すぎた。お、戻ってきた日向。鵜飼さんが来たから出発だって。ん？俺ここに来れてよかった。完全に取り越し苦労だったんだぜ。